どういう経緯でドレッドをすることになりました。やっぱそうですね。どれぐらいされてますか。えーっと今10年ぐらい。<laughs> あのブラックカルチャーにまあある種あの興味を持つとか好きになるきっかけって何かありました。 Hey guys, hi, I'm Takashi from Japan. So today, I'm going to interview Japanese guys who have dreadlocks. I'm gonna ask them why they choose to have dreadlocks hairstyle. Are they interested in black culture? Something like that. Okay, let's find out today. On my channel, I interview Japanese people and foreigners in Japan. So it's the best channel for anyone who wants to come to Japan without traveling or living. You can also learn Japanese here. So if you haven't subscribed please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Tokyo and share information about Japan. And I'm プロディンショーツバージョンオブマイインタビュー、そう、フューハブンフォロイヤープリーズフォロイトゥー。オッケー、お付き合い、スタート。ありがとうございます。えっと、ドレッドしてるじゃないですか。なんか、どうしてドレッドし、ようと思いました。なんかもともと中学校の時に、あの、こうブラックカルチャーが好きになって。まあ、それで、まあ、いつか大人になってやりたいなと思って、まあ、今やってる感じですね。ダンサー。そうですね、ダンサーです。日本でドレッドすることって、まあ、やっぱり珍しいじゃないですか。 なんかいい部分と悪い部分あります。どれどん実際してみて。まあ圧倒的に目立つし、やっぱ洋服も締まるし、本当 <laughs> なんかこう、まあ、ちょっとまだ偏見が固い人とか <laughs>、うん、偏見がある人とかにはまちょっと受け付けられないっていうの。 え親御さんとか名前言わなかかもなったですいやもう好きなようにしろって、まあ、ずっとダンスやってたしそういうのが好きってもしてたんであー、あのー、実際どういう誰誰見て憧れましたあーまあでももちろんその中学校の時は黒人のダンサーとかもう今最前線でやってるラッパーとかイアン・コナーっていう、まあ、ファッショニスタの方なんですけど<ー>やったりリルナズ X っていうラッパーなんか。 実際どうでしたやってよかったですかドレッドいや俺はもうめちゃくちゃ好きなんでやりたいですねハゲない限り周りがほぼ俺らの友達はドレッドなんであマジっすかそうなんですよみんなドレッドで<ー>っていう人たちの集まりのところにいるんでそういう人ばっかっすねなるほどありがとうございますはいドレッドされてるじゃないですかはいはいどういう経緯でドレッドすることになりましたやっぱそうっすねヒップホップとかストリート系の カルチャーがやっっっぱかかこいいなと思っててそれは日本のですかアメリカのですねアメリカ,っす、ね、アメリカ日本の日本のラッパーとかでもドレッドしてる人が結構増えてきたから、まあ、見る機会が多くなってきたって感じです日本人でもそうですねアメリカのヒップホップも聞きますか聞きますねだだどのラッパーが一番好きですかいやー全然ドレッドじゃないけどツーパックとかあ,<ー>あとヌジャベスって分かりますヌジャベスってあれっすよねあのー、ローファイの聞くっすね 実際日本でドレッドしてていい部分と悪い部分を教えてください日本でドレッドすることにはうーんやっぱりみんな知らないからめっちゃ質問されるしあのまず一番多い質問がだってさそれ洗えないじゃんみたいなそうそうそう知らないからみんな不潔に見てんじゃないかっていう,うどれぐらいされてますかトータルで今そのブレイズとかいろんな種類あるんですけどそういうの合わせたら半年以上は続けてるっすね えとしお仕事とかなんかやっぱこういう髪方してるとまあ日本のいわゆる普通の会社にはつけないじゃないですかそれはデメリットとはあんまり考えてないですか捉えてないですかそうですねあんまりそういう縛りあるとこは働こうと思ってないですねなるほど外,外国人に声かかけられたりとかしますあねありますねありますかナイスヘアあ<ー>で写真撮ったりみたいな。 なるほどありがとうございます。ありがとうございますえっと、ドレッドされてるじゃないですか、しようと思ったきっかけって。特にないんですけど、まあ、ちょっとモテようかなぐらいですね。<laughs> なるほど、えっとしてると、日本ではどういう目を受けますか、はい、い,い,いい部分でも、悪い部分でもそう,そうですね、いい部分だと、結構まあ話しかけてくれる方が多いっていうのもありますね。で一個悪いのは やっぱ警察に職質されたことがある <laughs> っていうぐらいです、はい。なるほど、なるほど。ドレッとしてて大変なこととかありますか、自分、メンテナンスがそういう面で。えっと、ドレッとしてすぐの頃は頭が痒くて大変だったんですけど、今はもう全く気になんないですね。はい、どれれぐぐららいいされてますかえっと今10年ぐらい、まあ、ちょっと仕事の関係で、まあ 切ったりはしてるので、本当だったら持ちょっと長いはずです。えっと、お仕事よければ聞いても大丈夫ですか。仕事はまあ工場のまあ生産関係とか大丈夫なんですね。はい。一応まあ帽子みたいなのを被るんで、その中に入れば大丈夫だよとほ社長の方に交渉して、オッケーいただいたんで。えっと友達とか家族とかの反応どうでした。ドレッドにした時、結構レアだと思うんですよ。日本だとやっぱり。そうですね。でも別に。 特に何も、うん、子供もちはあまり、まあ、好意的ではないっていうかお子さんが別にいいって感じですけど多分もう見慣れてるから何ともですけど最後に、はい、あのドレッドってあのアフリカ系の方たちのルーツがある文化じゃないですかそれについて何かなんかう、はい、んか何ですかね学んだりだったりとか知ろうとしたりとかっていうことはありましたですね っていう人がまあ、一番初めに来るかなとは思うので、まあ、そういうのはもともとレゲエが好きだったので。な,なんとなくはちょっと知ったりっていうのはありましたね。もともとドレッドに関係する文化だったりとか、音楽だったりとかに精通してたからこそ。やることに対して、そんなになんか抵抗感がなかった、ね。はい、それはあるかもしれないですね。まあ、音楽から入ってっていうのが大きいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございましたいじです,ですはい。こういう髪のされてるじゃないですか。はい。パームって言うんですか。それは。 はい、そうですどうしてそういう髪型をされてますかえっと僕バーバーしててでそれで海外アメリカのそのバーバーのカルチャーに興味があってブラックヘアで自分で当ててみようって思って今1年半ぐらいこれやってるんですけどえっといとい部分い。いいところはやっぱ目立つしやっぱそのカルチャーが好きなんでヒップホップとかそっちの人からその評価される のがいいところですね。悪いところはそんなない気がしてます。そのブラックカルチャーにまあ、ある種あの興味を持つとか好きになる。きっかけって何かありました。僕は完全にヒップホップ入りで、それで海外のアーティストとか見ててそれがきっかけですかね。どの。 ラッパーが一番好きですか僕はウィズカリファが一番好きですドレッドしてみたりとか、まあ、もうちょっと挑戦した感じでやっていきたいと思ってますドレ,ッド,じゃドレッドじゃなくてそのパーム選んだきあれはなんか逆にアフロ,ーアフローの方が人少なくてこっちの方が映えるかなって思ったんでやっぱりじゃあやっぱり仕事柄そういうふうにそういうふうな方たちと関かりきりが多いからもう そんななな特別なことだとだ思ってないですそうですね自分ももう普通だと思っちゃってるんで、うん、自分のことだから別にそんな特別この髪型でどうのこうのとかはないです、ね、なるほどありがとうございますありがとうございます <laughs> ありがとうございますい早速なんですけど、はい、あのどうしてあのドレッドヘアされてますかそうですねヒップホップとか見て黒人の方とか見てかっこいいなと思ってなるほどはいなんかどれぐらいやられてますドレッド 2> 今2か月二3か月ぐらいですかね お仕事とか何されてるか聞いてみます。仕事はそうっすね。塗装屋さんっすね。塗装屋さん。えっとじゃあオッケーなんですね。仕事は結構ダメな仕事も多いじゃないですか。日本そういうの多分オッケーなん。全然大丈夫です。なるほど。オッケーです。なんかじゃあえっと外国人に声かけられたりしますか。どれとしてて。おばあちゃんによく声かけられますね。おばあちゃんおばあちゃん。すごいねみたいなこの髪の毛。なるほど。言われますね。これからも続けます。そうですね。まあ気分で面倒くさくなっちゃったらやめようかな。夏前には。なるほど。タトゥーとかを入れないですか。タトゥーそうですね。入れ 入ってますね。お<ー>はい。どこですか。おお。まだここなんですけど。なるほど。かっこいいですね。ああ、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。 Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. The reason I decided to make this video is when I walk on the street in Tokyo, like there are so many young Japanese guys who have dreadlocks, like palm. I thought it was kind of trending, so I wanted to make this video. And actually, it wasn't hard to find people to interview either. I just walked around in Tokyo and easily I could find you know someone who had dreadlocks. So I just asked them and the film. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click like button. Please subscribe to my channel. And if you have any question you want me to ask people in Japan, please leave the comment too. See you next time.